皆さんこんにちは、川崎町商工会青年部部長の、大見と言います。今日はですね、7月28日すごい今季一番の暑い日だと思うんですけれども、今日はですね、川崎町の、花火大会です。ボートピアと川崎町が、主催して、約4000発の花火が打ち上げられます。それとですね、例年行っている長谷倉常長祭りというものがあるんですが、震災以降なかなか、お祭りができなくて、今回はですね、花火大会と、長谷倉常長祭りを一緒に、行っております。今日はね、すごい暑いんで、みんな水分取りながら熱中症にならないように気をつけてやってるんですが、昨年の震災以降ですね、なかなかみんな盛り上がるようなイベントがなかなかできない中ですね、青年部も数少ないですけれども、町を盛り上げるために一生懸命頑張ってますので、皆様、来年以降ね、川崎町で大きな花火大会がありますので、どうぞ足を運んでください。大見でした。よろしくお願いします。お願いをいたします。
っしゃい。